ゴン、どうした？ビダーが行ってしまったの。迎えに来たよ。あなたは一体？僕カエサル、お姉ちゃんを連れてくるようイエソドって人に頼まれたんだ。イエソドに？うん、そう。イエソドはね、他の転生たちと組んですっごいおもちゃを手に入れたんだ。デスゲートっていうの。これでストライクワールドを丸ごと消しちゃうつもりなんだよ。オラネが言ってた予言ってこのことだったのね。でもエソドったら急に変なこと言い出したんだ。世界を滅ぼす前に一度だけお姉ちゃんに会いたいって。ねえねえ、これってどういう意味なんだろうな。意味ならわかります。リナ、私は気楽なものだな。死地へ赴くのはいつも我々で、お前は命じるだけだ。そんな、私は転生どもは私一人で倒す。私は何をなすべきか。行かなければ。待つでやる。どう考えても怪しいでやる。いいえ、これは私に与えられた役目です。でもまずみんなに知らせないと。うるさいな。行きましょう、イエソドのところへ。ついて行ったの？その…そうでやる。こちらに来てから驚くことばかりだ。違う世界がいくつもあるなんてすぐには飲み込めませんよね。しかし全てが興味深い。できれば平和な時に訪れたかった。こらバンダ、勝手に触るな。わかったよ、これは座標系だ。座標系？この数値から導き出されるのはここから220万光年。遠すぎてレーダーでは分析しきれないけど、巨大な障害物が存在する。隕石でも小惑星でもない。これはきっとデスゲートであるか。しかしカエサルはなぜ敵に陣地を教えるような真似を。何かの罠。面白い、ルシファー。罠だろうと構わない、早くこの船をデスゲートへ向かわせろ。行くのか行かないのか。今さら同行したがるとは随分勝手だな。勘違いするな、私は自分の判断で動く。箱舟はタクシーじゃないよ。それともここでやり合うか。
そんな暇はない。準備が整い次第出発だ。早速取り掛かろう。いよいよ転生たちとの決戦である。思えばここまでの道のりは辛く長かったである。しかしオラ様の旗のもとに5人のヒーローは突き進む。襲いかかる転生たちを次々と打ち倒し、オラ様はストライクワールドの救世主としてその名をモンストの歴史に刻み込むである。うん、ルシファー、お前も戦いを前にして落ち着かないであるか。オラゴンと言ったな。頼みがある。ほう、ルシファーから直々に頼み事とは光栄である。手紙を届けてもらいたい。手紙？え？お、なんでやるか！おおおおおおらららら、オラゴン、どうしたの？宛先は煉獄、カエレズの森の奥、目覚めの神殿に住む転生ダート。ビーナ、ビーナ、相変わらず美しい。こうしていると思い出さぬか、俺とお前の二人きりであったあの夜のことを。世界を滅ぼそうというの？こんなおもちゃを手に入れて不満か？バカな考えはやめなさい。バカな考え？世界を消し去ることか、それともあなたの望みは何？この気まじめさも昔のままだ。度胸は少しついたようだが、あなたの望み通りになどなりません。知りたいか、俺の望みを。転生だけが持つエネルギーがデスゲートに無限の破壊力をもたらすのだ。特別な席を残しておいたぞ、ビーナー。